こんにちは。ジャポニュースの時間です。日本の労働人口不足を補うため、この10年間で技能実習生と呼ばれる外国人労働者が急増しています。出身国別で見ると、2012年には中国人が大半を占め、ベトナム人は 10% 程度でしたが、その後急増。2021年には全体の 54% を占め、他国を大きく引き離す勢いで成長しています。日本経済が労働力不足で悩む一方、ベトナム政府は労働者の雇用選出や所得、そして技能の向上を目指して労働力輸出を促進しています。双方にメリットがある取り組みとなっていますが、2016年からベトナム人技能実習生の失踪や軽犯罪が増え、そしてその影響で日本国内では大きな問題となっています。この問題が起因し、ベトナム人へのビザ免除ができず、ベトナム人観光客の増加を足止めする状況が発生しています。技能実習生の失踪は実習生側の問題だけでなく、雇用する日本企業側にも大きな問題があると思われます。実習生を採用する際、真面目なベトナム人を選ぶというだけではなく、日本側も対人間として温かく迎え入れることが必要と考えます。ベトナムの慣習や文化に興味を持つことからスタートし、その技能を実習するために来日しているのだと理解することも必要です。お互いに歩み寄り、技能実習生制度をより素晴らしいものとして、両国そして関係者すべてにメリットがある取り組みに変わっていくことを期待します。続いてのニュースです。現地時間2月6日の午前4時17分に発生いたしました、トルコ・シリアの国境域の大地震ですが、5万人以上の死者を出す大惨事となっています。トルコは親日国の一つとして知られる国、歴史的に何度も助け合ってきた日本とトルコですが、今回の地震でも日本の救援隊がいち早く駆けつけ、現地で生存者の捜索を続けています。また様々な団体そして企業からの寄付も集まりつつあります。地震大国の日本だからこそできることが他にもあります。現在は生存者の捜索が優先的ですが、その後は地震に強い国を作っていくこと。今回の地震は1995年に発生いたしました阪神・淡路大震災と同程度の揺れだったとされていますが、日本の場合は6434人でした。被害が出たことは非常に残念なことではありますが、日本の街がどれだけ地震に強いのかが改めて分かります。日本はこの地震の後、さらに建物の耐震構造の規制を強め、避難経路などの充実を進め、より被害が少なくなる対策をしています。この技術を、知識をトルコ・シリアに供与し、より地震に強い街を共に作り上げていくことが、私たち日本だからこそできる支援だと思われます。地震そのものは私たち人間の力ではなかなかなくすことはできませんが、対策をしっかりと立てていくことで、今後このような悲劇が発生しないように、日本が世界に協力していければと切に願います。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。